なぎ大好きチャンネル。こんにちは、うなぎ大好きチャンネルへようこそ。明日は土用の丑の日ですね。土用の丑の日はうなぎ食べたいですよね。食べたいけど時間がないんだよという方のために、コンビニのうなぎおにぎりをご紹介します。ローソンの金シャレおにぎり九州産うなぎ税込み298円、ファミリーマートごち結び炭火焼きうなぎ税込み240円、近くのファミマとローソンでうなぎおにぎり買ってきました。比べてみるとローソンの方が少し大きいようです。58円の値段の差でしょうか。ローソンはうなぎのイラストが可愛いですね。原材料は醤油、味付けご飯、山椒入り刻みうなぎタレ和え、海苔、国産。ローソンは国産にこだわっているようですね。ファミマは黒地に金の縁取りで高級感を出していますね。原材料は醤油風味ご飯、うなぎかば焼き山椒入りタレ和え、海苔です。それでは開封します。まずローソンの九州産うなぎから開封。醤油味付けご飯というだけあって美味しそうな色です。続いてファミマの炭火焼きうなぎを開封。比べるとファミマのご飯が淡い色合いですね。ではおにぎりの中を見てみましょう。山椒とうなぎの良い香りがします。値段のせいかローソンの方が少しうなぎが多い気がします。ローソンの九州産うなぎは口に入れると山椒とうなだれの美味しさが広がります。タレが染みたご飯がうまいです。厳選国産米の威力ですね。うなぎ様は小さいながら存在感を示しています。ファミマの炭火焼きうなぎは見た目の通りご飯はあっさり薄味です。そのため中のうなぎ様は少量でもうなぎの味のインパクトがあります。240円なら納得ですね。山椒がお好きで濃いめの味がお好みならローソンの九州産うなぎ、薄めの味付けがお好みでお値段重視ならファミマの炭火焼きうなぎがおすすめです。いずれにしても300円以内でうなぎ食ったぞと思えるのは嬉しいですね。今回の動画が良かったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎのぼりをお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。